本能寺の変の本当の犯人は斎藤利三だ。というのも、斎藤利三は稲葉一徹とのトラブルで、稲葉一徹に織田信長に訴えられて、織田信長、斎藤利三は切腹という、判決、織田信長の判決が下っていたのです。ね、で自分は死なないが、妻子ある。ね、しかも、明智光秀の重臣だ。ね、地位も高い。ね、しかも1万3000人おって、織田信長100人しか、100人の小姓と数名の大人の武士しか連れてない。これは、切腹するよりも織田信長をやった方がいいんじゃないかと思うからね。まあ、斎藤秀光は、明智光秀光は、反対したけど、斎藤利三は賛成だということが言われていますから、まあ斎藤利三じゃないかと思います。で、僕が言いたいのは、これからなんですけど、斎藤利三が豊臣秀吉によって処刑されたときに、おふく、後の春日の局は、まず土佐に逃げたんです。土佐に逃げて。その、あれなんだっけ、土佐のあれはなんだっけ、あの、両親に。まあ、そこに、まあ、三井のお姉さんが、まあ、いたので、そこに長宗我部だ、長宗我部ね、というと、そのとこに明智光秀のお姉さんがいたので、そこに逃げた。その後、稲葉一徹が引き取って岐阜を任されてたんだけど、この人は美濃三人衆の一人で、豊臣秀吉に調略されて、その斎藤道三の息子か、その孫の、まあ、補佐して、その三人が、織田方についたので、まあ、斎藤家は滅亡したんですけど、滅亡っていうか、まあ、孫は遁走して、大阪の三好州、そう、についても七万人を戦って、そして、その後、どこ行った?もう一つどこ行ったという。ま、ちょっと名前先言えなかった。やっぱ脚本ないですからね。ね、なんと、稲葉一徹は、斎藤利三を殺そうとしたという。ね、七万人に行って、それが娘とお母さんを引き取ったという。なあ、奇妙ですね。斎藤利三とね、言ってた、喧嘩してたわけだから。非常に奇妙なことですな。土佐の孫は、メッシュの中に、どこだったかな、毛利かな、どこだったか。朝倉、どっか行ったんですよ。今ちょっと忘れました。名前さっき言ったのに忘れちゃった。まあ、信長の忍びって漫画見れば、YouTube で見ればわかりますよ。まあそういうことです。とにかく、斎藤利三を追い込ん、自殺、切腹に追い込んだ稲葉一徹が、おふく、春日の局を引き取って、そして後に、おふくは徳川の家光の乳母となって、で、息子の稲葉家が代々老中をつくという。まあ、家光の小姓になれば、大人になれば老中になれるんですが、小姓になるってことは、ね、出世のチャンスなんです。で、
みんな、春日のつぶむね、十三味、そういうチームいたんですけど、に懲りた江戸幕府は、これ、それがは、乳母の顔に白い布をかけて、父をやらせ、そして、見張りをつけて、ね、おねだりしないようにしたということです。それ以後、乳母が出世したってことはないからね。相当懲りたんだろうね、江戸幕もね。まあ、加藤さん、そのやらねえなって言ったら、ね、やったもんね、大河ドラマね。まあ、最近は織田信長が研究してるからね、麒麟が来る。NHK やるからね。それと NHK に言いたいのはね、黒澤明でなんで大河ドラマ撮らなかったの、ね、黒澤明がライバルだっていうような、なんか迫力映像が感じられるけども、黒澤明で1本から3本撮ってほしかったなと思います。これ松村君はどう思うかな、黒澤明で大河ドラマを撮る。あ、ちょっとすみません、脚本ね、名前忘れた。今度から名前書いて紙を見ながら